大見鉄道220系電車、大見鉄道220系電車、大見鉄道220型電車は、大見鉄道の通勤系電車である。2015年、平成27年3月限りで、定期運用から引退、2019年現在226のみが事業用車として使用されている。1991年、平成3年から1996年、 平成8年までの6年間にわたって自社彦根工場で1両ずつ製造された両運転台の電車で6両が登場した。大見鉄道の電車としては初の冷房車である。製造当時、本線洋海地駅清川駅間は運行経費削減のため一往復を除きレールバス LE10 型で運用されていた。しかし、LE10 型は二軸車で、 収容能力も小さかったことからラッシュ時に早々に輸送力不足に陥り、二両連結での運用が向上化して合理化の基礎を削ぐ結果となっていた。そこで、レールバス二両を電車一両で置き換えて本質的な合理化を図るために製造されたのも、二220系である。この車両の登場により、LE10 型や在来の両運転台の電車である、モハ100系、 モハ200系の運用を置き換えた。車席はモハ100系101から103、モハ203型203.205、モハ131系132のものを引き継いでいる。本形式は様々な流用部品を利用して車体を新造した車体更新車であるが、その過程では、彦根工場で蓄積された車両改造技術により、さながら鉄道模型を 実物大で作るがごとき、得意な製造が随所で実践された。その結果、モダンなデザインと新旧の技術や機器が入り混じった、キメラのような電車となった。大見鉄道の他のいくつかの車両にも言えることだが、事実上廃車になった車両の車席を改造名義で流用しているため、書類上は1914年、大正3年製造のものまで存在する。 車体の全長は17メートル弱で、白地に赤、緑、青の、いわゆるライオンズカラーに塗られている。前面は、全小灯と人を腰部配置とした三面折りつまで、中央に非常用の貫通扉を備えており、貫通扉の有無以外は、後続の800系に類似する。また、貫通扉には埼玉西部ライオンズのマスコット、レオが描かれている。本系列も、 同時期の他の系列と同じく、ワンマン運転設備及び、料金表、整理券発行機、料金箱を備えていた。客用扉は 1300mm の両開き扉が、片側に3箇所配置されている。両開き扉は、大見鉄道では、初の採用であり、従来の1系や5 0 0系よりも扉幅を広く取る、ことによって、乗降をスムーズに行えるようになっている。 大枠は、モハ200型など戦前、戦中製造の在来車から流用された古典的な、蛍光投資大枠で、これを土台に構えたい部分を構築したが、側扉や、初期の車両の側窓など側構え体の一部には西部701系配車体を切り継いで現代風の両開きさん、扉の両運転台車体を仕立てた。この鉄道模型の切り継ぎ改造さながらの技法は、 1950年代以前には、私鉄車両で参見されたが、近年ではほとんどタ例がない。主電動機は、在来車の1型や500系などでも使用されていた、鉄道省戦前標準系の吊り掛け駆動、MT15、端子電圧 675V 自出力1 0 0ット4機を搭載する。主制御機はやはり鉄道省が、昭和初期に開発した古典的な電空カム軸式。 自動加速制御機 CS5 在来車から流用して搭載した詳細は国鉄30軽電車などを参照。いずれも開発後60年以上を経過した旧式機器であるが、大見鉄道では在来車で長年使い慣れており、十分に実用できる性能であるため、費用節約の検知もあって、これで済まされた。対して、格段に近代的なのは台車とブレーキである。 台車は西武鉄道の定年式吊り掛け駆動車からの廃車発生品である住友金属工業 FS40 で大見鉄道では車体更新車での換装で導入が始まっていたものであった軸バネこそ簡略なペデスタル指示式ではあるが枕バネには空気バネを備え1970年代以降の製造で当時経年も少ない近代的な台車であるまたブレーキは 従来の自動空気ブレーキに代わり、次段階の電磁直通ブレーキをも飛び越して、大手施設に被験する水準の HRD 電気指令式ブレーキを採用、メンテナンスフリーと作動の迅速性を実現している。制動自体は、一般的な台車走化シリンダ作動の踏みずらブレーキ方式で、制御装置の構造上、発電ブレーキは装備しない空気ブレーキ専用ある。この車両は、 両運転台式に加えて、車体長が短いため、床下スペースに余裕がなく、電車用冷房装置の標準的な電源である3、小交流電源を供給する、補助電源装置の大容量電動発電機内し、静止インバータの搭載が困難だったが、本形式は、河川電圧そのままの直流線5 0 0 v で駆動する、冷房装置を開発して搭載し、 補助電源関連の機器を不要として問題を解決した。このコロンブスの卵的な合理化の着想は低圧の600ボルト電源車では路面電車を中心にある程度の洗礼があったが1500ボルトの高圧電源では当時1988年から製作された愛知環状鉄道100系電等のわずかな例があるのみで囲碁他社で追随する例も生じた。 落成当時でも日本では数少なくなっていた吊り掛け駆動方式ながら両運転台式の機動力を生かし本線の8日市駅及川駅間や多賀線の区間運転を中心に全線にわたって使用されてたが一両ということもあり収容能力に限界があることと統計式に使用されている機器は半世紀以上前の設計であることから老朽化も進んでいるため晩年は 運用が減りつつあった。2013年、平成25年度より、後継車両である900系、100型が投入され、2014年、平成26年春ダイヤ改正より平日のみの運用となった。また運用は一本のみで、運転される区間も、本線の前原駅高宮駅間と、多賀線のみに縮小された。2015年、 平成27年3月5日に車両老朽化のため定期運用を終了することが公式ホームページにて発表され3月13日の定期運転終了後に臨時列車アンコール号が運転され彦根駅で卒業式と題した引退記念イベントが行われた2015年平成27年5月31日にラストランが行われ 本形式は営業運転を終了した。6両とも彦根駅構内に収容され、一部は同駅に隣接する大見鉄道ミュージアムで保存展示されていたが、2018年12月8日に同館の閉鎖に伴い、原因車として使用されているモハ226を除き車解体することが発表され、2019年1月15日の 夜から翌16日の未明にはもは223が500系もハ501とともに同16日の夜から翌17日の未明にはもは221ともは224が奈良県の解体場へと陸送れた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。